こんにちは、N です。今日はお気に入りのアクセサリーを紹介しながら断髪をしていきたいと思います。この前のルームツアーでもお話ししたんですが、アクセサリーは無印のアクリルケースに仕切りを入れて使っています。まずはお気に入りのイヤリングからご紹介したいと思います。1つ目、こちらの花のイヤリングです。この色合いもとっても好きなんですけど、マットな質感っていうところも好きなポイントです。これはショッピングモールの中のアクセサリー屋さんで見つけて、とっても可愛かったので即買いしてしまいました。次がゴールドのイヤリングです。これはちょっとはっきりとどこだったかは忘れてしまったんですが、あ、思い出しました、あそこっていう雑貨屋さんで発見して、プチプラなんですけどとっても高見えするアクセサリーだなと思ったので購入しました。これよく夏につけてました。で、最近買ったもので特にお気に入りなのがこちらのイヤリングです。これは、ハンドメイドマーケットで購入したもので、ちょっといいお値段のするものだったんですけど、可愛かったので購入しました。これのおかげでいつもお出かけが楽しいです。で、次からがプチプラなものになるんですが、こちらのシンプルなイヤリングです。これをつけるとパッと見ピアスしてるように見えます。ただちょっと小ぶりすぎてイヤリングをつけてる感じがしないので、ちょっと今回これは断髪しようと思います。次がこちらの小さい星がついたイヤリングです。これはちょっとお店の名前忘れてしまったんですけど、ふと入った雑貨屋さんで300円くらいで購入したものなんですけど、シンプルなのでたまにつけてます。これは残します。次がこちらのグリーンのイヤリングです。これは3コインズで購入したものですね。ちょっとこの石みたいな緑色の部分が可愛いので、これもつけているので残します。あとはリング系ですね。こちらのリングは3つセットで購入したものなんですが、メルカリのハンドメイド作家さんから購入したものです。ちょっと金属の部分が変色してきてるので、もうちょっとしたら、あと何回かつけたら断髪しようかなと思っています。中はドライフラワーになっていてとっても可愛いです。で、こちらも3点セットで購入したゴールドのリングです。真ん中のこれだけちょっとストーンがついていて、ピンクゴールドのものになっています。
ちらはラティスで購入しました。シンプルなリングが欲しかったので、これも最近よくつけてます。次がパレッタです。パレッタは特に断髪する予定のものはないので、今回は飛ばします。でこれが仕事につけていってる時計です。もう 3,4 年くらいつけてるんですけど、1回電池交換しただけでずっと使えてます。すごく長持ちな時計です。じゃあ次は下の段に行こうと思います。はい、続いてが下の段になるんですけど、今回断髪予定のものはこちらのポニーを断髪したいと思います。花柄みたいになってて夏にぴったりのデザインなんですけど、これは髪の毛が長かった時代に購入したもので、今はもうほとんど使う機会がないので、あとは髪の毛を長くする予定もないので、今回断髪したいと思います。で、一つ断髪予定のものがこちらのポニーです。ちょっとこのポニーの断髪理由は、髪の毛短くてもこれくらいのサイズのものなら使えるんですけど、ちょっとこのここについてるアクセサリーが髪の毛をまとめるときにちょっと邪魔になってしまうので、ちょっと今回断髪しようと思います。はい、結構すっきりしました。ここにスペースが空いたので横に置いてあったキーケースをこの部分に収納しようと考えてます。2段目は以上です。続いて縦に収納していたアクセサリーの断髪をしていきたいと思います。まずはこちらのパールのネックレスです。こちらは3コインズで購入しました。夏になっても冬は特にネックレスをつけないんですけど、夏になってもちょっと汗とかが気になってつけることがほとんどないので、今回断髪します。もう一つネックレスがあるんですが、こちらのネックレスです。この星のような何とも言えない形はとっても好きだったんですけど、やっぱりネックレス自体ほとんどつけないので、持っていても劣化するだけなので、今回手放します。あとは特に断髪する予定のないイヤリングたちなんですが、ちょっとお気に入りなので紹介させてください。まずはこちらのイヤリングなんですが、こちらはラティスで購入したものです。もともとピアスだったものなんですが、自分で樹脂イヤリングに使っています。ちょっとここら辺がドライフラワーになっているので、取り扱いは気をつけないといけないんですけど、可愛いので大切に使っています。次がこちらの刺繍のイヤリングです。これはミンネでハンドメイド作家さんから900円ほどで購入したものです。刺繍がとっても可愛くて、私の服の好みともバッチリ合ってるので、と
ても使いやすいイヤリングです。次がこちらのレースのイヤリングです。これもラティスで購入してピアスだったものを樹脂イヤリングに変えたものになります。結構ラティスさんとかだと私好みのアクセサリーは結構ピアスのものが多くて、でも私あのイヤリングしかできないので自分で付け替えて使うことが多いです。最後がこちらのイヤリングです。これはお友達から誕生日プレゼントにもらったもので、スリーウェイの使い方ができるんですけど、まずこの状態ものが一種類と、レースの部分を外してこれだけで使うこともできます。あとは付属でこういうものがついてたんですけど、先ほどのこちらにつけて使うと3つ目の使い方ができます。これもお気に入りでよくつけてます。今回断髪したのはこちらの5点でした。今回アクセサリーの断髪を通して値段の高い安いにかかわらず、今の自分の服装や髪型に似合うものが自分にとってのお気に入りになりやすいということが分かりました。これからもどんどん自分は変わっていくと思うので、過去にとらわれず変化に合わせてアクセサリーもアップデートと断髪を繰り返していけたらいいなと思っています。皆さんもぜひアクセサリーの断髪やってみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、コメント等お待ちしております。